それでは優勝しました三谷選手の記者会見を始めます。まず優勝おめでとうございます。決勝戦戦った中身とかについて一言お願いできますか。決勝は、自分 の、 持ち味っていうかそれを出せればいいなと思って入って2ゲーム目はリードされるスタートだったんですけど、そこでしっかり我慢できて自分のいいところが出せたので良、かったかなと思います。はい。女子シングルレベルがちょっと高くなってきた中で、戦ってきたんですが、全体今回の大会全体を振り返って、どういうところが優勝につながったのかなってところがあれば。去年とかは優勝しなきゃって思いすぎてた部分もあって、今年は逆になんか開き直れた部分があって、やっぱりそこまでなんかプレッシャーとかもなく戦えたので、そこが良かったのかなって思います。はい。それでは質問を受けします。起死をしてファイタイムをさって質問お願いします。どなたかいらっしゃいますか。フリーランスの佐藤と申します。試合前のトスは、じゃあ今日どちらのか。自分が取ったんですけど、サイドを選んだんですね、その理由をお願いします。ダブルの前の試合を見てて、先に入った方がなんかやりづらそうに見えたので、先にやりづらい方から入って、しっかり1ゲーム目から集中しようと思って入りました。はい。他にどなたかいらっしゃいますか。いらっしゃらないですか。はい。さっき向こうのインタビューではミスをしないようにっていうふうにおっしゃってましたけども、ミスをした後の方が大事だったんじゃないかなと思うんですが、そのミスをした後、気持ちの切り替え方とかそういうところで工夫したことはないですか。やっぱりミスとか決められたりすると、なんか自分がダメな時は結構落ち込んじゃうことが多くて、今日はもうミスしても決められてもやっぱり思い切りやろうと思ってたので、そこがちゃんとできてたのかなって思います。はい。他にどなたがいらっしゃいますか。まず1点目が最初プレッシャーが今回なくて、それほどなくてっていう話なんですけど、これはどういった要因でプレッシャーがないのか。去年はスーパーシリーズで優勝したっていうのがあって、結構みんなから言われたりしたんですけど、今年1年振り返ってやっぱり勝てないことがずっと続いてたので、さらに女子シングルスはレベルが上がってきてて、やっぱり誰が勝ってもおかしくない状況だったので、やっぱり自分の力を出せればいいなって思って今回準備してきたので、プレッシャーはそこまで感じなかったなと思います。2つ目ですけども、2ゲーム目にリードされたということですけど、この時の心境、どういった切り替えをして気持ちもプレーも切り替えしてきたのかということと、それから見てて、例えばスマッシュ、はい、自分ではいいんだと思ってた、外れてたのは何回かあったと思うんですよね。ああいった時のこう気持ちの切り替え方、これまで例えば切り替えられなかったのが今回切り替えられたのかとか、そういった点をちょっと伺いたい。ちょっと横風があったので、やっぱりちょっと狙いすぎたっていうのがあって、そこはしょうがないっていう感じで切り替えられたので、リードされた時は、まだ序盤だったので、まだ諦めるところじゃないので、我慢、一本ずつ我慢してやろうと思ってやってました。はい。他にどなたかいらっしゃいますか。今日
交通士の米澤です。広瀬さんとの対戦で緩急がある相手なので、その粘ってチャンスで決めたいっておっしゃってましたけど、その具体的に今日戦術というかどういうふうに考えていて、どういうふうにハマったのかおっしゃってます。結構クリアとドロップでこう揺さぶられたんですけど、しっかりそこを足を動かして我慢できて、と広瀬さんが低い展開でやってきた時に、まあ、しっかり準備できてたのが良、まあ、かったのかなって思います。ただ結構、ラウンドショットが多くて、それをこう三谷さんの方が我慢できて、終盤の方は広瀬さんがそう打った後の体勢が崩れる場面が多く見られたように思うんですけども、やっぱり三谷さんもあえてその広瀬さんのラウンドというのを狙いに行ったんでしょうか。ずっとフォア奥に攻める形になってたので、ちょっと逆に打ってみようかなって感じで打ったら、まあ、いい感じでハマったんで良かったです。はい、他にどなたか。朝日新聞の和田言います。お疲れ様です。先ほどダメな時はよく落ち込んでしまうことが多かったとおっしゃったんですけれども、今日はそれが気持ちが強く持ったということですけれども、今年そのメンタルトレーニングとかそういう精神面どのように鍛えられたのかっていうのはありますか。やっぱりずっと勝てないっていう、まあ、ずっとなんで勝てないんだろうって思いながらずっとやってきてて、でもいつかは勝てると信じてずっと我慢してやってきたって感じなので、まあ、そこが、はい、はい、よかったと思います。まあ、引きずってズルズルってとこがあったんだけどね、決まったね。はい、他にどなたがいらっしゃいますか。次、直近ではスーパーシリーズファイナルにもなると思うんですけど、それを含めての今後の目標を聞かせてください。まあ、来週、明日出発なんですけど、ファイナルはやっぱり世界のトップしか出れない大会なので、まあ、一つでも多くポイントを取って一つでも多く勝てるように、まあ、自分のプレーを出せればいいかなと思います。はい、他によろしいですかね。はい、それでは三谷選手の記者会見を終わりにします。おめでとうございます。広瀬選手のコメントが入ってますので。